はい、お元気様です。久留米市の平です。だいぶサボっておりました。1週間ぐらいですね。もうちょっとゴールデンウィーク大変だったんでですね、もうドカドカ来てますので、はい、ということで、まあ、ちょっと今日は、まあ、もう軽くいきます。はい、ということで、九州大学の医学部と東京大学の文任の生徒ですね、まあ、前にも見せたと思うんですけれども、ちょっと今日まとめて見せたいと思います。で、なんでかっていうとですね、まあ、今日は平日の普通の日ですから、まあ、福岡教育大学のに合格した生徒の話をちょっとしたいんですけどですね、まあ、点数がひどいわけですよ。で、これ一体何なのかっていうと、まあ、共通テストね、まあ、今年の、要するに来年1月の共通テスト、なんかするんじゃないかなっていうふうに私は見てます。今年割と優しかったですね。うん、去年がめちゃ難しかったです。だから今年が優しくなりました。ということは、当然反動で、また来年の1月は難しくなるということで、この九大の医学部だとか、東京大学の文理だとか、そういうところに合格している生徒でもこんなに取れてないよっていうことをちょっと先に釘を刺しておきたいということで、今日はちょっと軽めに10分程度でですね、行きたいと思います。もう夜の11時過ぎてますんでですね。はい、ということでこれをまず見てもらいましょう。はい、これですね、上が東京大学の文理に合格した生徒の点数、そして下が九州大学の医学部に合格した生徒の点数。なんでこんなものを平日のね、普通のレベルの大学の話をするときにね、そんな話するのっていうようなことに言うと、見てもらいたいのが、上の東大に合格した生徒のですね、この年、国語がですね、過去最悪に難しかった年です。はい、ということで、東京大学に合格しているこの附設高校の生徒でも、古文が32点、漢文が38点というような形でですね、もうボロボロだったわけですよ。だから全国のセンター試験受験者で、国語が満点だった生徒ゼロだったんですね。誰一人として満点が取れなかったというめちゃくちゃ難しかった国語の年ですね。2014年。2014年の1月に行われたセンター試験のテストです。はい。そしてこちらの共通テストですけれども、まあ、今年じゃなくて去年ですね。去年の共通テストで、うちの久留米市中枢に来ていたラサール高校の生徒が九州大学の医学部に合格したんですけれども、この点数も見てもらいたいんですが、まあちょっと古文はね、古文はまあ確かに低いけど、まあ理系ということで、まあ古文はまあいいですわ。はい。見てもらいたいのはですね、こっちなんですよ。数学。ですね、数学の 1A が67点しか取れてないということですね。まあ、2B も本当85しか取れてないというのはちょっとおかしいんですよね。まあ、九大の医学部とか言ったらもう本当に数学だったらね、もう数学だったらもう本当にその九州、四国、中国地方エリアでですね、本当に数えるほどの人間しかいないというような、数学だけはもう特別な生徒たちがですね、集まっているのがこの九州大学の医学部です。はっきり言って東京大学の理系とか京都大学の理系の生徒よりも数学だけだったら上を行ってるんじゃないかっていうぐらいあると思います。というのも数学でごまかしは効かないのがですね、九州大学の医学部ですから、東京大学とかみたいにですね、割と理系でも数学0点で合格できるとかいうふうな数学ごまかせるのが違うんですよね。めちゃめちゃ数学ができるんですよ。東京大学とかの生徒で、東京大学とかの理系の生徒で数学が取れてないねとかいうのは、まあ、数学の点数が悪くても他の教科で取れるからいいんだけれども、九大の医学部ですから、もう医学部の生徒っていうのは数学ごまかしは効かないんでですね、めちゃくちゃ数学できるんだけど、こういうふうに取れてないわけですよ。だから今年優しかったんですね。はい。今年数学が優しくなりました。でも反動で当然来年めちゃくちゃ難しくなります。九州大学の医学部とかね、東京大学とかに受かるような生徒でも全然取れないというようなことがあり得ます。で、上にあるような国語ね、国語とか数学っていうのはめちゃくちゃ難しくなる年が必ず来ます。ということで、今年来なかったということは来年来るっていうことですね。はい。だから来年は相当きついよと、国語とか数学に関して報われないよっていうようなことですね。これを一つ頭に押さえとって、今からお見せする福岡教育大学の話に入っていきます。はい。ということで、この東京大学の文理に合格した生徒の、その受験した生徒のですね、年に受けた、福岡教育大学のですね、まあ、明善高校の生徒なんですけども、まあ、明善高校の生徒ですよ。明善高校の生徒で、この点数なんですよね。はい。国語が、現代文が、100点満点で40点、古文が、50点満点で12点、
漢文が50点満点で27点ということですね。だからさっきの附設高校のその東大文系に受かった子もひどかったけれども、さらに輪をかけてひどいわけですよ。で、さらにこの子文系ですから数学もできてないんですね。はい、数学 1A が100点満点で39点、数学 2B が100点満点で32点、合計71点しか取れてなくて、福岡教育大学に受かってるよっていうことですね。はい。ということで、こういうふうにですね、国語とか数学難しいから、明善高校の生徒でもやっぱ取れないんですよ。じゃあどうしたのとね、なんでこの子が福岡教育大学を受かってるのというふうに言うと、そこはさすが明善高校の生徒であって、まあ、英語とかですね、200点満点で122が取れてたり、まあ、これはそこまで取れてはいませんけれども、はい。こっちの地理で82点、倫理で80点みたいな形ですね。社会が2つとも80点台と。で、その時はまだ理科の基礎はなかったので、まあ理科はですね、生物の発展を受けて、70点、71点ということですね。はい。もう、社会2つが80点台、理科が70点台というようなことですね。まあ私が指導している通り、もうこの子はもう、まあ数学ダメだ、国語ダメだという感じでですね、もうこれはいかんというようなことで、もうとにかく、理科と社会頑張んなさいというようなことで、それでねじ込みました。はい。で、福岡教育大学のその教員養成のコースには入れませんよ、あの点数では。じゃなくて、教員養成じゃない学科ですね、福岡教育大学の教師にはなれないコースに入りました。うん、ということです。よろしいでしょうか。ということでですね、まあ、ちょっと今日見てもらいたかったのはそういうことです。もう、来年の1月っていうのはですね、こういうふうにもうめちゃくちゃ国語とか数学が難しくなると、もう全然取れないと。もう明善高校の生徒でも取れない。福岡教育大学に受かるような結構ね、そういう高得点が要求される福岡教育大学みたいなところでも点が取れてなくて合格するよというふうなところがありますから、報われないような努力はしないように。ということは、理科とか社会とか英語とか、ね、数学と国語以外を頑張りましょうねと。で、ちょっと、さっきのラサール高校の生徒なんかもね、点数が低かったんだけれども、やっぱその古文ぐらいだったらね、20点台は取れるやろうと。なんでね、これちょっと、ラサールの生徒とかね、ラサールの生徒なのに24点とかね、もう文系なのに、その、附設の子が32点とかね、ちょっとこれ低すぎるだろ、古文がと。ね、漢文はまあまあ割と取れるんですよ。でも、古文がね、やっぱどう考えても古文は詰め込み暗記しっかりやっておけば20点は取れる科目だと思うんですよ。20点は誰でも取れる点数のはずなのに、ラサールや附設の生徒が25点前後ぐらいとかね、24から32ぐらいっていうのは、25から30ぐらいっていうのは、ちょっとこれはいくらなんでもね、まあ難しいんだけど、ありえんだろうと思うので、ね、まあちょっとここら辺は抑えてほしいなということで、今日言いたかったことは以上です。はい。まあ、ちょっと先に釘を刺しておきます。というのも、これ見ている大学入試センターの関係者の人もいるんですよ。大学入試のセンター関係者というよりは、まあ、大学入試センターの方に、この動画を見てですね、こうですよっていうようなことをお伝えするような人たちがいるんですよ。だから、そういう大学入試センターの方にですね、共通テストを来年作る上で、数学とかね、国語とかはあんま難しくしないでくださいねと、こんな低い点数でね、福岡教育大学クラスのね、福岡教育大学って言ったら、鹿児島大学や長崎大学とね、比べてもおかしくないくらいの結構、中堅レベルのね、難しい大学ですよ。なのに、取れないということで、まあ、ゴールデンウィーク中ね、これ、ゴールデンウィーク中の久留米自習室のここ数日間の様子ですけれども、これですね、明善高校の高校3年生の子たちが6人ずらっとですね、こうやって、自習に来てもらったり、自習に来てくれたりしてるんですよ。あと、附設高校の2年生の子も2人ぐらい来てましたかね。で、双葉高校の3年生の子が来て、入会するっていうようなことを言ってました。あと、皇學館高校の2年生の子が来て、妹さんも連れてきてましたね。うん、まあ、そんな感じで、もうぞろぞろ来てて、やっぱ、明善高校の生徒とか、こうやって頑張るわけですよ。うん、頑張ってくるんですよ。施設高校の生徒たちとかと、ね、同じぐらい頑張ってくるんですよ。だけれども、やっぱり取れないっていうのがありますからね。やっぱそういうレベルの高さがありますから、軽く考えないようにですね、もう数学とか国語はちょっと点が取れない可能性高いので、
理科とか社会とか英語とかね、詰め込み暗記でいける科目、早めに詰め込み暗記やっときましょうということですね。特に明善高校の生徒は、もう夏はもう体育祭で勉強できませんよ。はい、7月、8月、受験の天王山と言われるときに、明善高校生は勉強ができない。だからさっき写真で見せたように、明善高校の生徒というのは、こっそりこうやってね、ゴールデンウィーク中とかを使って、こういう久留米市中心とかに来て勉強してるんですよ。あれくらい勉強してます。はい、今しかないんですよ、チャンスがね。うん。で、ちなみにあそこに集まってた子たちは全員部活動とかやってる子たちです。運動部とかの引退試合が目の前なんだけど、それでも勉強しに来てます。はい、ということです。ちょっと10分過ぎたので、もうちょっと今日はこれくらいでですね。はい、ちょっといくらなんでもずっと動画上げてなかったので、今日は上げさせてもらいました。はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていればチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。